皆様、こぶた誠です。皆様、本日はいかがお過ごしでしたでしょうか。というわけでですね、本日ですね、こちらですね、 MJ シリーズってやつがですね、シャーベルで、まあ以前からあったんですけれども、あったんですよね、これニューってなってないことってことはあったと思うんですけれども、 HSH のモデルがですね、新しく追加したということでですね、こちらね、売れてるんでしょうね。やっぱね、メイドインジャパンってね、本当海外の方ですね、好きなんですよ、メイドインジャパンね。何でもっていうか、ね、カスタムオーディオあるじゃないですか。カスタムオーディオの OD100 も、日本製だと思ってる方結構いますからね。海外行くとですね、これも日本製ですごい良くて、みたいな感じで紹介されて、それが OD100 で、これ日本製じゃないけどなと思ってですね。まあ、そのカスタムオーディオジャパンがややこしくしてるのかなっていうのもあるんですけれどもね、カスタムオーディオの製品が日本製だと思って、セルゲイ・ゴロビンなんですけれどもね、カスタムでもだから日本製最高だよみたいなんで、ボスも最高みたいなね。で、フェンダージャパンなんかすごい欲しいんやけど、どうやなんか買う方法ないかなみたいなことをですね、言ってて、でもまあ手に入れたようでですね。あとまあジョン・ブラウンもですね、ジョン・ブラウンあれですね、モニュメンツってバンドのギタリストなんですけれども、ジョン・ブラウンもですね、インスタでですね、ようやく買えましたみたいな、日本のフェンダージャパン最高ですみたいなのつぶやいてて、で今あれですね、新しいウルトラですね、フェンダーのウルトラを宣伝してるんですけれども、なんかでもフェンダージャパンすげえテンション上がってましたね。なんかやっぱりあるんでしょうね、そのフェンダージャパンの魅力っていうのがね、ちょっとわかんないですけれどもね、やっぱりそこはまあ日本人だからっていうのもあるかもしれなくてですね。でちょっとですね、話戻しますけれどもね、シャーベルにこれね、日本のサイトではちょっとですねなくてですね、まだそのページが海外の方だとこんな感じでですね、更新されておりましてですね、 HSH のシャーベルですね、これね、これいいですよね、いいなって思った。でも別にこの日本製じゃなくて、私はね、いいんですよ、日本製じゃなくていいので、なんかインドネシアだったらもうあるか。でもこれかっこいいですよね、これね、 MJ シリーズのこれね、マーク・ハルコムのハルコムバーストでしたっけみたいな色してる、これかっこいいですね。でですね、私ですね、昔ね、専門学生時代ですね、サドウスキーのストラトを使ってたんですよ。 SSH のまあサドウスキーのストラトを使ってたんですけれども、その時にですね、まあその某先生がですね、お前そんなサドウ好きでもないような見た目しとんのに、サドウスキーなんか使いやがってみたいなこと言われてですね、お前そんなことよりもよく喋るからシャーベルの方がいいんじゃないんかみたいなこと言ってですね、もう本当に爆笑ですよ。もうすげえ面白い先生やなと思ったんですけれどもね、誰かね、宿題やってこなかったらですね、もう2時間半ぐらい説教があるっていうですね。ね、もうそういうのも面白かったですね。もうクラスに誰一人いなくなったっていうこともですね、私はいたんですけどね、私とまあちらほら 2,3 人とかですね、まあ上の代とかですね、もう胃に穴が開いて、なんかね、関西人の冗談っていうかですね、別に悪気がやって言ってるわけじゃないのにそうなったりとかですね、あとまあ自分のお金でみんな専門学校来てるわけじゃないんやから、もうちょっとなんかね、こう頑張ろうぜっていう意味で言ってるのに、まあね、それね、もうやっぱ自分を完全否定されちゃったと思っちゃうんでしょうね、やっぱりこの東京という街でそういう冗談を言うとですね、本当にね、わかりますわかります、そうですね、向こうの冗談がこっちで言うとね、なんか全然そういうところじゃないんでみたいな感じになるのでですね、皆さんもですね、気をつけてください。関西人が東京来ると、私三重県で関西人じゃないんですけれども、それでもですね、気をつけた方がいいですね。だから人の話はちゃんと聞くみたいな感じでですね、もうなんかね、オチがないとね、つけたくなるんですよ。でもそんなことしなくていいですからね、本当にもう孤立しちゃいますから、私みたいにですね、孤立しちゃいますので、あとなんかすげえ嫌なやつみたいになっちゃうのでね、皆さんも気をつけてくださいね。というわけでですね、前置きが長くなっちゃったんですけれども、こちらですね、ちょっと見ていきたいと思うんですが、ちょっと翻訳させていただいてよろしいですか。日本語に変えるということでですね、MJDK24HSH2PT まあ 2PTW 魔法ガニーフレームメープル付き、フレアメープル付きということですね。まあね、こういうフレームメープルの魔法ガニーボディなのかな、なのかな、わかんないですけれども、まあシャーベルギターがですね、ていうか、なんなんこれ、日本よりも早く日本製のギターを海外、最近なんかでもあれですよね、ストランドバーグをはじめ日本製の製品って結構海外向けに出してることの方が多いですよね。てか、まあむしろ今ってその方がいいのかな、円安だから向こうがこうね、ガンガン仕入れてくれるっていうのもあるかもしんないですね。というわけでですね、シャーベルギターが日本で独占的に製造されていた80年代後半を彷彿とさせ、全く新しい MJ シリーズ DK24HSH2PTW マホガニーとフレームメープルを紹介しますということでですね、日本で丁寧に作られ、ほんとね、日本でここだけとか言ったらかっけどこれ、ね、丁寧ね、ほんと丁寧って言うんですけど、丁寧に作られれば作られるほどなんか
あれこのギター見た目綺麗やけど音いまいちじゃないっていうことがですね多い気がするけど、そんなことないか。でもなんでしょうね、ギターって難しいっすよね考えると。まあちょっと読んでいきましょうか。先にもね、もうちょっと先に読ませていただくんで、絶妙なスタイルで MJ シリーズは高性能楽器を設計するというシャルベルまあシャーベルの比類なき遺産と様々なトップエンド機能を融合させていますということなんですけれどもね、色がこっちベンガルバーストかな、なんでしょうこれ、アンティークバーストってやつですね、と、カリブ海バーストっていうやつでですね、スペックはこんな感じでございまして、うおね、モデルとかも載っててですね、まあやっぱり気になるのはね、この私のチャンネルで気になるのはやっぱりあれですよね、ここですよ、ここ指板半径ね、これちょっと自分で被って映ってないですね、見えたか。まあ12インチから16インチのコンパウンドラジアスということでですね、いや素晴らしいですね。なんかフェンダーもマジ24フレットで12インチから16インチのラジアスで出してくれっていう話なんですけれども、そしたらもうフェンダーでよじゃなくていいやんってね。もしだって私うわ出してほしいなみたいな、フェンダーで出してくれって言っていざ出たとするじゃないですか。そしたらですね、いやフェンダーって別にそういうこと求めてないんすよねみたいな、そういうこと絶対言う自信ある。だってもうそんなのフェンダー揃えたらもうフェンダー以外にも選択肢あるしとかね、絶対言うんですよ、絶対言うと思うので、まあねフェンダーも今は今でいいんですけど、ネックだけでもネックそうするとスーパーロングじゃないとダメじゃない、スーパーロングじゃないとダメか、24フレットってなるとスーパーロングでもダメかな、わかんないですけれども、あスーパーロングやったらいけそうですよね。スーパーロングにして12インチから16インチのラジアスでってやったらできるかもしれないですけどもね、そうするとテンションがとかになるのでね、なんかまあね、もうフェンダーはあれでいいのかもしれないですね。というわけでですね、こちらですね、まあこんな感じで何言おうとしたっけな、その日本製のところで何か話すことがあったんですけれども、ちょっと忘れちゃいましたねねえ、もうそうね、あの日本、あそう思い出した、ですね、日本製このね丁寧な作りを売りってあるじゃないですか。で思ったんですよ、やっぱ楽器として見るなら別に丁寧じゃなくてもいいしね、なんかかつての網走ギターズも音良かったんですけれども作りめっちゃ悪いみたいなんでね、炎上してたぐらいのもんでも良かったと思うんですけれども、どうですか皆さん、楽器って飾ってる時間の方が長い可能性ないですかね。こう私も今後ろにね飾ってあるんですけど、インテリアとして飾ってる時間の方が長いかもしれへんね。このまあ本数も増えていくごとにですね、長くなってかないですかって考えると、やっぱりね丁寧に作られてる方がいいのかなってね思いましたね。はいね、なんかねもうほんとねしょうもないこと言って申し訳なかったんですけれども、まあねちょっとどんな音かね見ていきたいと思います。これねもうはい、まあちょっとこれぐらいにしといてあげましょうか。これぐらいにしといてあげましょうかっていうのおかしいんですけれども。なんでしょうね。いいんですけれどもね。いいんですけれども、そのバランスの悪さが逆に音楽的な良さにもなるっていうところっていうんですか。が、いいところ。バランスの悪さが音楽的な良さになるっていうところってあったりするじゃないですか。例えばシャーベルって結構ヒンヒン言ってんのが売りというかですね、もう倍音出まくってるみたいなのが売りなんですけど、ちょっとね、こうなんかピッチの安定感あるじゃないですか、これ。なんか、ね、それを求めてるんでしたらすごいいいと思うんですけれども、ね、どうなんでしょうどうなんでしょうっていうか、まあ、いいんですよ。もちろん完成度の高いギターでいてちょっとにゃんこが突撃してきたんですけどね。でこれですね、ちょっと他にもう一つ見たいところがフレットですね。フレットが何なのかな、ネックで、フレットジャンボのステンレススチールということでですね、ステンレスフレットですね。いてちょっとイヤホン踏んでるんですよ。ちょっとねこれにゃんこがね突撃してきたんですけど、という感じでございましてですね、もうねちょっと何言うか飛んじゃいまして、じゃあまあこれぐらいにしといてあげましょう、これぐらいにしといてあげましょうっていうのはおかしいですけどねね、もうなんか紹介するならもっとしっかり紹介してくれよってね、もうこのシャーベルが一番思いますよねきっと。というわけでですね、結構いいと思います、聞いてこう、結構ですね、なんでしょうね、バランスが良くて使い勝手良くて、で耐久性もあって、で見た目綺麗で、一本あったら何でもできるって、こういうギターのことを言うんじゃないのかなって
思うんですけれども、まあ、私がね今一番求めてるギター、これですね、これかてか、まあ、G ライフかこれかっていう選択肢でいいと思います。突然 G ライフ持ってきたんですけれども、 G ライフもですね、どちらかというとリードより、バッキングとかっていうよりはリードよりな楽器だと思うんですよ。リードギタリストよりなギターっていうんですかね、だと思いましてですね、ちょっと読んでる、これね、今見えました、この猫、この辺で猫がですね、ちょっとね、読むんですよ、今泣いてね、可愛いんですけど、ちょっとですね、ご飯はさっきあげたんですけれども、ね、こう呼ぶんですけれどもね。というわけでですね、本日ですね、このシャーベルすげえ良さそうっていうのでですね、ちょっと見ていかせていただきました。いいですね。これね、これでもしインドネシア系っていうか、インドネシアのものか、で、あるんかな、これ結構ありやなと思いましてですね、まあ私が今求めてるギター、まあジャクソンでもこういうのも結構あったりするので、いいなと思うんですよね。これいいな。これいいっすね。なんかですね、今フェンダーでですね、ちょっとリード楽器っぽいギターを作ろうと思っても、やっぱり24フレットないので、そこがフェンダーの限界なんですよ。限界なんですよっていうのもあれなんですけれどもね。というわけでですね、本日の動画がよろしければ、ぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとですね、X と Instagram の方もやらせていただいておりますので、ぜひとも合わせてフォローの方もよろしくお願いいたします。それではですね、次の動画でお会いしましょう。